いや、車で行ったんちゃう。今日は亀屋さんにすごい行きだったので、バーベキューに行きました。おじいちゃんとおばあちゃんも一緒です。いや、でおじいちゃんでもそういうの。あ、お湯でお湯で。すげえ火だな。おお、燃えてるな。すげえ。真っ黒になる。ちょっとすごいな。風も強いし。多分なんか炙り焼きでいけそう。エビも焼けてるの。ここでも全然かかんないですね。
しい、ね、エビはどうですか。美味しい。これで。